田さん、はい、今日はですね、まず東京新聞のコラム、一面のコラム必選をご紹介したいと思うんですが、よく形容動詞のこんなとかそんなとかあんな、この言葉使いますよね、はい、こんなこともわからないのか、そんなバカな、こんな女に誰がした、否定の評価とか嫌いという感情、気に入らないという意味や、そういったものが強くなる単語ではありますよね、で安倍総理がその先般のその都議選の時の最後の演説の時に、こんな人たちに負けるわけにはいかないと、言ったことが、まあ、波紋を広げておりますが、すべての国民を守るべき総理大臣が反対派であろうと、国民に向かって悪意のこもる、こんな人たちを、まあ、使ったというのは、まあ、紛れもない事実で、異論に総理が取り組むべきは説得であって、少しでも理解を得ることなんじゃないかと、こんなと呼ぶことは相手にしないと切り捨てるのに等しいんじゃないかと、その東京新聞のコラムが書いている。日本語っていうのはとても難しいかもしれないけど、このコラムで言いたいことはね、例えばこのコラムはって書き出したりあったり、誰かがねこのコラムはって言い出した時には面白いって言葉が続くかもしれないし、このコラムは面白いねっていうかもしれないし、このコラムはひどいねっていうかもしれない、先がわからない、先がわからないね、それは先わからない、このコラムはって言った時にはね、はい、先はわからない、でもこんなコラムはって言った時にはね、こんなコラムは面白いねとは続かないわけだ、やっぱ否定のニュアンスが入ってますね、こんなコラムは読みたくないねとか、こんなコラムは書いちゃダメだねとかっていう否定の言葉が続くに決まってる、その言葉を安倍さんがこんなっていう表現をしたと、ね、それはなんかこう、応援で祝電コールで自分の声がね届かなかったり邪魔されたりはしたかもしれない、まあ、それは、まあ、自分の声が届かないことにね、人は腹は立てると思うけど、でも聞いてる人たちはやっぱりなんかこう、こんな人たちって言うかもしれないけど、こんな人たちも、例えばこの人たちも聴衆は全部この国の人たち、この国の人たちなわけだからね、その時にこういう言葉っていうのはちょっとなんかこう、違和感をみんなが覚えたっていうふうにこのコラムには書いてあるね。そうですね、ヤフーニュースにジャーナリストの江川翔子さんのその安倍総理の最後の演説についての文章が載ってるんですが、その安倍さんの対応に対比して、例えば俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーさん、カリフォルニア州知事に立候補した時に、選挙運動中に反対派から生卵をぶつけられたそうなんですが、その時はそういう生卵をぶつける行為すら表現の自由の一環だと言って、ついでにベーコンもくれよと笑い飛ばしたと。アメリカンジョーク。アメリカンジョーク。もうユーモアで返す。もうこの話で俺もベーコンエッグ大好きになった。はい、毎朝食べたい。毎朝食べたい。そして今食べたい。今食べたい。しんちゃん思い出しながらね。すごいな、これかっこいい、ね。しかもこれは例えば何か物を投げたりするっていうのは危険行為なわけだ。はい、これも完璧に違反行為わけだ。行為なわけだ。はい、でもこれ卵だろ、卵を投げるってどういうことかっていうと、汚しはするけど相手を傷つけないっていう、なんか卵とか熟したトマトには逆にそういうメッセージもね感じ取れた、シュワルツネガーは取れたってことなんだよね。これが石だったり棒切れだったりするのとは卵は意味が違うっていうふうにね、で安倍さんは自分の演説を邪魔する人たちにこんな人たちという表現を使ってしまったわけですけれども、これについて元参議院議員の小野次郎さんは、この方は自分に反対の考えを持つ人々は国民ではないと思っている、総理になって何年も経つのにこの方は全国民のために選ばれた職にある自覚は持ち合わせない、遺憾ながらというふうに言ってるんです。でこれと対比して江川翔子さんは、例えば民主党のオバマ候補はその大統領選で対立候補の共和党のマケインさんを称えながら、自分が勝った時にですね、こういうふうに言ったそうです。私がまだ支持を得られていない皆さんにも申し上げたい、今夜は皆さんの票を得られなかったかもしれませんが、私には皆さんの声も聞こえています。私は皆さんの助けが必要なのです。私は皆さんの大統領にもなるつもりです。でさらに韓国の、先日新しい大統領になったムンジェインさんも就任戦線で、私を支持しな
かった国民一人一人も国民と言って、その国民に奉仕することを約束してみんなの大統領になるというふうに、まあ、強調したということなんですね。で、安倍さんはあの国会で民進党の議員の質問にヤジも飛ばしたりします。で、野党の議員の後ろにもたくさんの国民がいるということをひょっとしたら理解してないんじゃないかと江川さんはおっしゃっていて、野党議員に投票するような人たちは自分が奉仕すべき国民というよりこんな人たち程度の存在なのかもしれないというふうに言っています。で、まあ、対決型を推し進めることで、まあ、今まではいいところもあったんでしょうけれども、決める政治ということで、でも現状は政治はますます粗雑になって、できるだけ広い範囲の人たちの合意を得ていくという地道な努力をしなくなっているのが今現状だと。で、今政権の緩みに対する有権者の厳しい批判があって都議選に負けたと安倍さんは反省の弁を述べてますが、本当の範囲はひょっとするともっと根が深いところにあって、安倍さん自身のことさらな対決姿勢とか粗雑な政治も外一つなのかもしれないと出川さんはおっしゃってますね。もう一つ、あの足しとくとね、これは都議選の応援だから、自民党総裁の立場で語ってもいいわけだ、ね。まあ、本来だったら語るべきものです ね、 自民党の総裁としてっていうね、あの党ならね反対の党もあったりするから、いろんな意見、ただこの時にはですね、安倍さんを紹介するのに、あの石原伸晃議員がただいま安倍総理が到着しましたっていうふうに紹介してるわけだね。これはなんかこう、それでしかもだね、内閣総理大臣というふうに垂れ幕には書かれてたわけだよね。まあ自民党総裁と総理とね、兼務だからこの辺はちょっと微妙なんだけども、でもの石原さんもね、あの総理大臣っていうふうに紹介してるし、内閣総理大臣垂れ幕はあるしっていう、やっぱその前後関係もね微妙で、やっぱり自民党総裁の立場であるのと同時にこの内閣総理大臣であると、ね、これはどういう意味かっていうと、全国民から選ばれたのが総理大臣だから、その総理大臣っていうね垂れ幕もあるし、その立場で語るべきところっていうのとちゃんと分けなくちゃいけないってことなのかね、ちょっとややこしい話でもあるんだね、ここはね。